いよいよ J リーグセカンドステージが始まります。さて、このセカンドステージを制するのは
どのチームでしょうか。ブレイクル対シエル、注目の一戦です。実況はおなじみの安塚博史、解説は元日本代表の水沼貴さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は 5-3-2 のシステムで臨んでいます。必死のディフェンス。さてどうしますか。ゴールに迫ります。一瞬の隙を突かれました。前半7分、シエル、ここからどういった展開を見せるのでしょうか。落ち着いてボールをキープしています。オープンスペースを伺います。センタリング要注意です。絶好のチャンス、決まった。シエロ先制ゴール。前半5分が経過しています。シエロ先制のゴールを決めました。川本、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。川本、ゴール前、うまくパスに合わせて得点です。もうこのパスで決まりましたね。こういうのをキラーパスって言うんですよね。ここ以外にはないというところを狙ってましたね。前半34分、シエロ、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。矢野、左へ。いやシエロ、このディフェンス陣をどう突破するか。浅野、後ろに出した。矢野、クロスボールを上げるチャンス、綺麗に合わせた。浮き、これはキーパーに止められてしまった。前半45分が終了。0-1、シエル1点のリード。前半いかがでしょうか。水沼さん、安心できる得点差じゃないですよね。手元の時計で5分が経過しています。シエル、勢いがあります。川本、見せてくれます。おお、入った。エクセレントゴール。後半6分、川本、きっちりと決めてゴールイン。シエル、1点をもぎ取りました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。川本、これは嬉しいでしょう。いい形でゴールに持ち込んでますね。いいところに蹴ってますよ。後半10分になろうというところ。シエン、このピンチを果たして切り抜けることができるのか。巧みなパスワークで上がります。抜かれました。無難に繋いでいきます。さあどこにパスを出すか。右から展開します。バウビーン、シュートチャンス。なんとかピッチをしのぎました。手元の時計で15分が経過しています。シエル、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。これは予想外の展開だ。シエル、フォワードがかなり前進しています。巧みなボールさばき、シュートチャンス、打た、押し込んだ、ゴール。手元の時計で15分が経過しています。シエロ、チャンスを逃しませんでした。決めたのは8番
VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。立花、絶妙なパスからゴールを決めました。この一つ前のプレーで決まってましたよね。いいパス出しましたよ。もうこのパスで決まりましたね。後半39分、ボールはレイフ、シエル、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。後半終了間際、シエル、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。ロングパス、川本、さてどうしますか。矢崎、大きくクリア。ここで試合終了。結果は0対3。シエル大量ゴールを奪い勝利しています。シエル幸先いいスタートを切りましたね。これでますます盛り上がっていくんじゃないですか。放送席解説は水沼貴さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。
テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。夏本番となってまいりました。シエロ初戦を勝利で飾っています。今日の対戦相手はパープルサンガ。今の調子を大事にしたいところです。実況はおなじみの安塚博史、解説は元日本代表の木村和司さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどサンセッタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。今ね、そのしぐさが切って落とされました。ここでベンチにマイクを移します。ジローラモさん、シエロ、これだけ多くのサポーターが来てるんです。ガッコつけてください。絶好のチャンス、まだボールは生きている。打った、決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのは川本。芸術的なシュートを見せてくれました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。川本、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。ここへ来ての集中力は見事ですね。ボールへの執着心がこのプレーを生みましたね。手元の時計で10分を回ったところです。シエル、攻め込む隙を伺っています。うん、そう来るかね。キーパー1対1、あーっとまだチャンスは続いている。ゴールイン。前半10分を回ったところです。シエロ、1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。矢野、いいところに張っていました。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。手元の時計で35分が経過しています。コーナーキックとなります。ヘッド、押し込んだ、ゴール。前半36分、シエロ、チャンスを逃しませんでした。決めたのは矢野。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。ここはうまく決めてきましたね。まあサッカーの場合、得点の3割がリスタートから生まれるんですよね。前半45分が終了。3対0、シエロ3点のリード。前半いかがでしょうか。木村さん、なんか選手たちの緊張感が欠けているような気がしますね。後半開始直後、さてどうしますか。あーっと止められました。いけると思ったのですが、右に叩きます。慎重に運んでいきます。立花、ペナルティーエリアまで行くか。立花、巧みなボールとはシュートチャンス、蹴った、押し込んだ、ゴール。後半開始直後、キーパー悔しがっています。シエロ、1点をもぎ取りました。VTR が出ます。もう1回見てみましょう。浮き、ゴール前、
うまくパスに合わせて得点です。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。理想的な形ですね。手元の時計で決まったー、ミラクルゴール。手元の時計であと5分、矢野きっちり決めました。絶好調、ハットトリックです。監督も喜んでいます。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。このゴールにはディフェンダー唖然としています。いやーすごいですね、これは。非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。後半、ロスタイム。シエロ、さあコーナーキックです。後半ロスタイム、浮きダメ押しのゴール、全く容赦ありません。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ここはうまく決めてきましたね。まあサッカーの場合、得点の3割がリスタートから生まれるんですよね。ここで試合終了。結果は6対0。シエル大量ゴールを奪い勝利しています。木村さん、最後に一言お願いします。いや、結構楽しみました。解説は木村和志さん、ピッチレポートはパンセッタジローラモさん、実況は安田博士でお送りしました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。夏休みに入った子どもたちが大勢見受けられます。今日は J リーグセカンドステージ第3節、ブラウビーゼ対シエル、楽しみな組み合わせですね。実況はおなじみの安塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。日向が切って落とされました。前半8分、シエロ、さあコーナーキックです。いった、決まった、シエロ先制ゴール。前半10分になろうというところ、シエロ先制のゴールを決めました。浮きチャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。浮き、いいところに張っていました。いいボールが入りましたね。これはもう解説書に載っちゃうぐらいのお手本ゴールですね。手元の時計で25分になろうというところ、シエル守りに入る気配がありません。またもや攻撃に転じます。巧みなボールさばき、あっと川本かわした、決まった、ビューティフルゴール。手元の時計で25分になろうというところ、決めたのは川本、素晴らしいシュートでした。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。川本持ち込んでそのままシュートですね。本当に頼りになりますね。やはり監督の信頼が厚いのもうなずけますね。ここで前半戦が終了、0対2、シエル2点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。安心できる得点差じゃないですよね。再び試合が始まります。後半7分、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。ダイビングヘッド、ゴールイン。後半5分が経過しています。シエロチャンスを逃しませんでした。決めたのは川本。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。絶妙のクロスでした。ここに走り込むまでの動きが素晴らしいですね。こうダイレクトに合わせられるともう相手はどうしようもないですね。手元の時計で15分が経過しています。シエロ勢いがあります。左に出します。通った、絶好のチャンス。シエロここからチャンスになるか。後ろに出した、新谷、センタリングのチャンスだ、ヘッド入った、エクセレントゴール。手元の時計で15分が経過しています。8番
きっちりと決めてゴールイン。シエロ、1点をもぎ取りました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。いいクロスにいいシュート、これは見てて楽しいですね。綺麗に合ってますね。手元の時計で20分が経過しています。シエロ、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。絶好のチャンス、広瀬フリーだ。このシュートはキーパーに阻まれた。手元の時計で35分を回ったところです。コーナーキックとなります。ヘッド、これが決まった。手元の時計で35分を回ったところです。シエロ、これで5点目。川本、ハットトリック達成です。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。川本、いいところに張っていました。サッカーの得点の3割はリスタートからなんですよね。ディフェンスとの駆け引きに勝ったっていう感じがしますね。ここで試合終了。結果は0対5。シエロ大量ゴールを奪い勝利しています。シエロ連勝しましたね。まさに波に乗り始めたというところでしょうかね。放送席解説は水沼貴さん、実況は八塚博士でお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。失礼します。
の前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。夏本番となってまいりました。シエロ対ガンバ、注目の一戦です。実況は私安塚博史、解説は元日本代表の木村和司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。木村さん、調子良さそうですね。そうですね、まあこういう時に落とし穴があったりするんで、ぜひ油断せず戦ってほしいですね。シエロ、ゴール前にボールがいった。ウキフリーだ、決まった。シエロ先制ゴール。前半開始直後、シエロ先制のゴールを決めました。ウキ、チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。浮き、無難に決めました。まあいい感じじゃないですかね。理想的な形ですね。キックオフ。右に叩きます。吉成、松波、ゴール前に切り込んだ。あっと止められました。いけると思ったのですが。前半9分、シエロ勢いがあります。ガンバボールを奪うことができません。おお、大きい。これは止められてしまった。前半19分、あーっと止められました。これは完全に追われていました。オープンスペースを伺います。あーっと、ここで笛。レッドカードだ。ピッチを後にします。退場した彼の分も頑張ってほしいですね。前半26分、シエロ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。森下、まずは様子を伺うといった雰囲気。森下、ゴールに迫ります。なんとかピッチをしのぎました。手元の時計で30分が経過しています。シエロ、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。ワン、ツー。あんまりコンディションが良くない。シエロ、ここでサイドチェンジ。浮き、さてどうしますか。この位置から打った、クロスボールか。大きい。これは止められてしまった。前半36分、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。無難につないでいきます。シエロ、ここからチャンスになるか。川本、バックパス、一旦ボールを、さあチャンスだ。どこに上げるのか。あっと、ボールこぼれた、入ったー。エクセレントゴール。手元の時計で35分が経過しています。シエロ、いい形でゴールを奪いました。チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。矢野、華麗なボレーシュートです。本当にいい動きですよ。さすがですね。本当にプロっていう感じでしょうかね。ここ
で前半戦が終了。2対0、シエロ2点のリード。木村さん、前半をご覧になっていかがですか？早くもう1点取って安心させてほしいですよね。後半開始直後、シエロ勢いがあります。つなぎながら様子を見ます。左の方を上がってきます。川本、センタリングのチャンスだ。入ったースーパーエクセレントビューティフルゴール。後半開始直後、シエロ1点をもぎ取りました。川本きっちりと決めてゴールイン。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。芸術的なシュートを見せてくれました。いやー、すごいですね。これは非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。手元の時計で20分になろうというところ。シエロ攻め込む隙を伺っています。無難に繋いでいきます。ガンバディフェンダー慌てて戻ります。この位置から打ったクロスボールか、届くか、押し込んだ、ゴール。後半18分、シエロ1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。いい位置に走り込んでいましたね。ドンピシャリです。理想的な形ですね。手元の時計で30分になろうというところ。シエロ大量リード。さすが、高いボールが行った。ビューティフルゴール。後半30分になろうというところ。シエロ1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。吸い込まれるようにゴールイン。いやー、すごいですね。これは非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。手元の時計で35分が経過しています。あっと読まれていました。これはカットされます。矢野、浮き、パスを出す方向を見ます。センタリングのチャンスだ。絶好のチャンス。これが決まった。後半36分、シエロこれで6点目。川本、ハットトリック達成です。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。川本、ゴール前うまくパスに合わせて得点です。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。理想的な形ですね。ここで主審のホイッスル。試合終了です。試合の結果はご覧の通り、6対0。シエロ大量得点でこのゲーム制しています。シエロ連勝しましたね。まあこういうサッカーをシーズン通してもらいたいですね。放送席、
解説は木村和司さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。木村さん、お疲れ様でした。どうも失礼しました。それではこの辺でごきげんよう。さよなら。さようなら。全国のサッカーファンの皆様、こんにちは。あいにくの雨となっています。本日は J リーグセカンドステージ第5節、今の調子を大事にしたいところです。絶好調シエロ、対するはヴィッセル、注目の一戦です。実況はいつものように安塚博士、今日の試合解説は元横浜マリノス水沼貴史さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
水沼さん、調子良さそうですね。力強い中盤構成ですね。シュートチャンス、蹴った、まだボールは生きている。なかなかいいシュートでしたが外れました。手元の時計で15分が経過しています。両チームとも無得点。さあ中巧みなボールさばき、激しい攻防だ。新谷、ゴールを目の前にして止められました。前半24分、シエロ、攻め込む隙を伺っています。オープンスペースを探します。シエロ、オープンスペースを探します。この位置から打つか、クロスボールか、珍しくミスです。周りをよく見ていなく、前半35分が経過しています。シエロ、ここから得点に結びつけることができるのか。大きい、大きい、右にパスが出ます。浮き、このディフェンス陣をどう突破するか。シュートチャンス、まだボールは生きている。決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのは川本。芸術的なシュートを見せてくれました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。川本、いいところに張っていました。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのが幸いしましたね。前半45分が終了。0対1、シエロ1点のリード。前半いかがでしょうか、水沼さん。安心できる得点差じゃないですよね。再び試合が始まります。後半5分を回ったところです。シエロ、守りに入る気配がありません。またもや攻撃に転じます。あーっと、ここで笛。ここでイエローカード。手元の時計で25分になろうというところ。シエロ、ここから得点に結びつけ、絶好のチャンス、打った、決まった、ミラクルゴール。後半24分、シエロ、いい形でゴールを奪いました。チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ここはうまく決めてきましたね。これはすごいテクニックですよ、本当に。まあこれは伝説になりますね。生きててよかった。後半33分、シエロ、勢いがあります。パスを出します。浮き、慎重に運んでいきます。浮き、右のスペースを狙った。シエロ、どう攻めるんでしょうか。センタリング要注意です。蹴った、これが決まった。後半35分になろうというところ、川本、きっちり決めました。絶好調、ハットトリックです。監督も喜んでいます。
VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。川本ゴール前うまくパスに合わせて得点です。もうこのパスで決まりましたね。こういうのキラーパスって言うんですよね。ここ以外にはないというところを狙ってましたね。後半残りあと5分。シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。落ち着いてボールをキープしています。ここは完璧に抜かれた。無難につないでいきます。ディフェンスの様子を伺っております。シエロ、オープンスペースを探します。この位置から打つか、クロスボールか。あーっとここで笛。どうやらキッカーは立花。高いボールがいった、決まった。シエロファインゴール。後半残りあと5分。矢野ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。矢野いいところに張っていました。いいところに走り込んでますよね。こういうゴールは見てて気持ちいいですね。後半終了間際、シエロ全く攻撃の手を緩めません。アグレッシブな試合展開です。さてどうしますか。シエロ、さてどうしますか。浮き短く後ろへセンタリングのチャンスだ。ヘッド決まった。シエロファインゴール。後半終了間際、川本ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。いいクロスにいいシュート、これは見てて楽しいですね。綺麗に合ってますね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り0対5。シエロ大量得点でこのゲーム制しています。シエロ連勝しましたね。そうですね、絶好調みたいですね。チームの状態も非常にいいみたいです。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。失礼します。